全日本プロレスのスポンサー、行ってみたらこんなとこだった。どこだろうな。あ、ブラックミンスマさんだ。メンズブさん。シャーン、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 いやー、街で声かけられてシャーン求められるなんて、俺も有名になったもんだな。よっしゃ。今日どうしたんですか、こんなところで。今日はね、はい、実はね、はい、カーベルっていう会社を探してるんですけど。カーベル、はい、知らないですか。僕らカーベルの社員ですよ。あ、カーベル T シャーツ着てるじゃないですか。そうなんですよ。え、なんでなかなかいらっしゃらないで探してたんです、はい、え、そうだったんですか、はい、ちょっとじゃあ早く連れてってくださいよ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。メッシャーさん、こっちです。はい、ここです、ここです。おお、カーベル、カーベルって書いてる。はい、あ、そうです。いらっしゃいませ。どうもこんにちは。こんにちは。ブラックメイソルです。お待ちしてました。すみません、遅くなっちゃって。ではこちらです。どうぞ。失礼します。失礼します。こんにちは。メイソルさん、いらっしゃいませ。全員起立。ショー、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 ショー。なんて素晴らしい会社なんだ。いよいよカーベル本社にやってきました。さあ、それでは社員の方にちょっとご挨拶でもしてみましょうかね。お、ちょっとさっきめちゃくちゃいいシャーしてくれてたじゃないですか。ありがとうございます。シャー、カーベルシャン、素晴らしい社員シャンいっぱいいるみたいですね。じゃあちょっと他の社員さんにも声かけてみましょうか。お、ちょっとこちらの社員さん、ちょっともう車が好きで好きでしょうがないっていう感じですね。そうなんです。しかも手はシャー。カーベル本社は車とシャーに満ち溢れてます。シャー。さあ、次は女性社員の方にも質問してみましょう。こんにちは。こんにちは。ご趣味とかってありますか。趣味はゲームが好きです。ゲーム、僕もね、ゲーム大好きなんですよ。です、何のゲーム好きですか。カービィとか。ああ、一緒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 。ちなみに得意料理とかってありますか。はチンジャオロース。チンジャオロースいいですね。僕世界一好きなの。あ、宇宙一好き。ちなみになんかスポーツとかはやってたんですか。柔道やってます。柔道いいですね。僕もね、体鍛えるの好きでね。じゃあちょっと一回シャーしましょうか。シャー、いいシャーしてますね。ありがとうございます。じゃあ社長の方にご案内いたします。いや大丈夫ですよ、うん、ちょっとご案内いたします。いいシャーしてますね、うん、ご案内しますよ、うん、あ、ちょっと、あっと、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。腕折れたよ。はい、大丈夫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 ですよ。カーベルの社員さんってみんな優しい。痛くて痛くて。大丈夫です。伊藤社長ならあちらですのでお連れします。伊藤社長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、さっき事務所お邪魔させていただきましたけど、はい、社員の皆さんすごいですね。元気でしょ。いや、もう体育会系というかすごくもう熱意のある会社だなっていうのがビシビシと伝わってきましたね。そうですよ。会社のタイトルがですね、はい、カーベル、はい、ハッピーメーカーですから。ハッピーメーカー、幸せを作る。そうです。その幸せを作る会社の社員が楽しくなければ幸せ作れないんで、はいはい、いつもあのテンションでみんな本当によく頑張ってくれてます。素晴らしい、はい、ちなみに全日本プロレスファンの方は、はい、会場や全日本プロレス TV でももうおなじみだと思うんですけども、はい、カーベルという会社を一言で表すとどんな会社ですか。ハッピーメーカー。ハッピーメーカー。仕事の内容は車屋さんです、はい、車屋さん。車屋さんです。
もう日本全国今展開されてますよね。はい、新車市場、はい、100円レンタカー、はい、ペットの旅立ち、はい、これから4つのブランドで、はい、今930店舗ありますね。930店舗。日本国内でいうと都道府県でいうと47都道府県中、はい、46、はい、クリアです。じゃあもう一歩で一つだけない県があるんですよ。メンソールさん、どこだと思いますか？全日本プロレスさんも、はいはい、多分ちょっと薄い県だと思いますね。本当ですか？そこであんまり試合してるのを聞いてないかな。あ、これでもなんか間違えたらちょっと気まずいですけど。ですね、はい、じゃあ正解をこちらから、ね、はいはい、ありがとうございます。いや、はい、高知県なんです。高知県、はい、高知県以外すべ、はい、ての県に930店舗あります、ね。はいはい、ちなみにカーベルさんは設立から何年ぐらい経ってるんですか？今年が14年目の会社です。14年目で930店舗と14年前0店舗、14年前、売上0円、はいはい、今そうですね、14年前が4人でスタートしたので、はいはい、今社員が52名、はい、で年商がグループ合わせて75億。はい、本当によく頑張ってくれてます。ちなみに伊藤社長、ずっとこう全日本プロレスを応援していただいてますけど、はい、そのきっかけっていうのも教えていただいてもいいですか？そうですね、やっぱり自分が熱狂的なプロレスファンだからっていうのが一番の理由ですかね。 ありがとうございます、はい、野球、はい、バレー、はい、サッカー、はい、まあ、ラグビー、水泳とかね、はい、もういろんなスポーツのファンの方がいらっしゃいますけど、はい、もう僕も、もちろんいろんなスポーツを見たりもするんですが、はいはい、やっぱり他のスポーツとこんな違いますね。プロレスに対する思いがもうこんな差です。もうそれは少年時代から？そうですね、はい、もう愛媛県出身ですので、はい、愛媛でもやっぱりプロレスの放送は子供の頃あって、はい、ずっと見てましたね。あ、はい、どういうプロレスをご覧になってたんですか？当時ですから、はい、馬場さん、猪木さんがメインで、はいはい、ブッチャーとか、はい、タイガー、ジェットシーンとか、はい、そういう今でいうレジェンドの方が、ね、はい、出てるとかから、もうハマり出したのは、はい、やっぱタイガーマスクぐらいですかね。あ、じゃあもう団体問わずっていう感じですね。団体問わずですね、はい、タイガーマスク、ダイナマイトキット、はい、あそこらぐらいから、はい、ずっとプロレスに対して、はいはい、どんどん深身にはまるというかですね、はい、沼にはまってたんですね、どんどん入ってきました。ちなみに一番好きな選手は誰だったんですか？一番好きな選手は、はい、そうですね、やっぱりタイガーマスクですかね。あ、何歳ぐらいだったんですか、タイガーマスクが登場した時は？小学校か中学校とか。あ、一番真似したくなる時ですね。一番そうです。もう布団の上でとにかく同じ動きをずっとしてましたね、はいはいはい、へえ、ずっとしてました。だからまあ今もそうですけど、はい、大のプロレス好きです、はい、それが根底にあって今カーベルさんが全日本プロレスのスポンサーをしていただいてると。そうですね、あの好きなことを、はい、仕事にしたり、はい、好きなことに時間やお金を使うと、はい、そんなに間違わないので、はいはい、僕なりに正しい使い方だと思ってやってます、はい、ちなみに今全日本プロレスに定期参戦してもらっている、はい、カーベル伊藤選手。あ、よくね、はい、同一人物だと言われるんですけど、はい、あれ違うんですよ。別人。え、違うんですか？違います、違います。え、伊藤社長だと思ってましたよ。そうなんですよ、みんなね、はい、ただ違うんだけど、もう違います、はい、違いますって、はい、もう言っていくのがちょっとしんどいんで、はい、もうノーリアクションだけで、はい、そういうことでしたか。別人なんです。じゃあちょっとカーベル伊藤選手にもお会いしたいんですけど、呼んできてもらってもいいですかね？今9階にいたから。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっと呼んできてもらって。じゃあちょっと呼んできます。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、はい。おー、どうもお久しぶりです。久しぶりです。いや、全日本プロレスに上がっていただいて以来ですね。そうですね、はい、去年の12月、はい、12月ですね。あ、はい、ありがとうございます。いやいや、ちなみに今カーベル伊藤選手って試合は
どれぐらいのペースでされてるんですか。まあ、コロナもあると思うんですけど、はいはい、毎月試合以上、はいはい、いろんなリングに上がってます、ね、はい、そうですね、はい、全日本でしか僕はお会いしてないですけども、それ以外にもいろんな団体で活躍されてますよね、はい、そうです、 ありがたく、はい、たくさんオファーをいただけるようになって、はいはい、愛媛プロレスさんとか、はい、BBJ さんとか、はい、あとは DDT さんとか、はいはい、いろんなところに、はい、でも愛媛プロレスでは今全日本プロレスにも参戦してもらっているライジング隼人選手と、そうなんですよ、はい、今彼と僕とで、はいはい、四国統一王座のタッグチャンピオンなので、はい、ぜひ全日本でですね、はい、そのチャンピオンシップもしたいなっていうのもね、思ってます、はい、でも四国って言ったら伊藤社長の地元ですよね。そうです、はい、別人のね、はい、伊藤社長の、まあ、そっくりさん、そっくりさんというか、そっくり別人ですもんね。別人です、はい、いやそれにしても似てますね、伊藤社長に。似てますか、はい、全然性格も何も違います。ああ本当ですか、はい、すいません失礼します。全日本プロレスでこうしていきたい、こういう目標があるっていうことはありますか。そうですね、とにかく全日本プロレス、はい、僕が見てる限り、はい、体のサイズだと日本で一番でっかい選手が揃ってるんで、そういうでかくて強い選手からピンを取りたいですね。ピンフォールを取りたいですね。ピンがダメでもギブアップでもなんとかそういう選手と戦って勝てるように日々トレーニングをして、そのチャンスをね迎えたいなと思います。ブラックメンソーレも川辺伊藤選手に負けないように頑張ります。頑張りましょう。僕たちがでっかいのを倒すって、はいはい、そこに応援してくれるファンもいるでしょうし、はい、期待してくれるファンもいるでしょうし、はい、それこそ驚きなんで、はい、やっぱりショーが大を倒すって、はい、なかなか刺激チックですよ。川辺伊藤、ここにあるよ、ここにあるよ、はい、メンソーレさん、はい、一緒に組みますか。シャーしてくれますか。シャーシャーちょっとあんまり真面目、真実味がないですけど。そうですね、はい、そうですね、なんですか、ちょっとなんか感じなの、ちょっと誘っては、はい、誘ったんですけど、はい、ちょっと大丈夫かなと思います。ちょっと、まあ、でもマスクマンですからね、はい、いや僕これ素顔ですから。あ、そうですか。僕はもうエコー検査の時からこれで生まれてますから。あ、そうでしたっけ、はい、お母さんのお腹の中にいる時からこれで。あ、はい、じゃあ、控え室で、はい、よく似た人、また、はい、よく似た人、え、どういうことだろう、まあ、ちょっと、また伊藤社長にお会いしたいんで、ちょっと、ありがとうございました、ありがとうございました、すみません、あ、じゃあ、おお、伊藤社長、なんか、はい、ありがとうございます、いえいえ、いや、今日は本当にお邪魔して、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、伊藤社長、最後に一言いただいてもよろしいでしょうか。全日本プロレスの皆さん、そして全日本プロレスファンの皆さん、全日本プロレスにはカーベルがついてますのでご安心ください。ありがとうございます。いや今日はありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、最後一緒にいいですかね。いいですよ、いきます、 1,2,3 シャーシャー。さあというわけで今日はカーベルさんにお邪魔しました。カーベルさんという会社は、車への愛とプロレスへの愛にあふれたハッピーメーカーでした。というわけで皆シャーン、シャーンキュー、シャー。